う少しで着くよ。さあ下まで滑ろう。どうしたんだいクレム。下まですごく遠いわ。私やったことないの。もしできなかったらどうしよう。ソリから落ちたら。あっちの低い方の丘へ行こうか。そこは簡単だよ。奥もスキーに行った時同じように感じたよ。本当？僕初めてのスキーをすごく楽しみにしてたんだよ。パパはスキーよりソリにしないかって言ったんだ。スキーは最初は難しいからって。でも僕はソリじゃ嫌だった。スキーがやりたかったんだ。リフトはどんどん高く登っていったよ。僕はちょっと怖くなってきたんだ。おいでケイル、スキーの板をつけてあげるよ。スキーの板をつけて僕は早く滑りたくてたまらなかったよ。よしケイル、用意はいいかい？まず膝を曲げて、でも背中はまっすぐに。これはバランスを取るのにとても大事だ。スキーはバランスが全てなんだ。さあまっすぐに滑ってみよう。よし今度はケイルだ。用意はいいかい？3、2、1、ゴー。僕はまっすぐ滑れなくて転んじゃったんだ。僕はすごく悲しかったよ。長い間ずっとスキーを習いたかったのに。でも山の低いところにいるローズィーとママに気がついたんだよ。ソリ滑りをしてたんだ。いい？パパ。もちろんだよケイル。スキーはまた今度教えてあげるよ。最初はゆっくりやろう。さあ用意はいいかいケイル。膝を曲げて、肩はまっすぐに、バランスをとって。さあ行くぞ。すごく早かったけどすっごく楽しかったよ。下に着くとすぐ丘を駆け上がってまた滑り降りたんだ。もうバランスは崩さなかったし、どんどん上手になったよ。ねえクレム、パパの言う通りだったよ。最初はソリにすればよかったんだ。スキーはまだ無理だったんだ。でもきっとソリで学んだことを生かして来年はスキーをやるよ。パパはいつも言うんだ、歩けるようになる前に走ろうとするなって。低い丘から始めよう。次には高い丘でもできるようになるよ。ねえケイル、クレム、待ってよ。ケイルは公園でローズィーと楽しく雪玉を投げ合っていました。いいかいローズィー、空行くよ。しかし雪玉はすぐ崩れてしまいます。どうしてこんな風になるの？彼は雪合戦がやりたくてたまらなかったのです。僕の雪玉すぐ壊れちゃう。もっと強くしっかり固めるんだ。そうすれば崩れないよ、こんな風に。パパはしっかりした雪玉を作りました。そこでケイルーはそれを自分で試したかったのです。
ママが雪だるまになる前に何か別のことをやってみるのはどうだい？雪だるま。あ、そうだ、雪だるまを作ろうよ。はい、雪だるま。僕雪だるまに大きな人参の鼻とボタンの目をつけたい。まず雪だるまの体を作らなきゃね、ケール。ローズィーと一緒に雪を集めたら、パパとママは腕にする枝を見つけるわ。わーい。ケイルーとローズィーは雪だるまにする雪を楽しく集めました。よくできたぞ。じゃあそれを大きな丸いボールの形にしよう。ケイルーはどうしたら雪だるまを丸くできるのかわかりません。でもいい考えが浮かびました。あ、わかった。しっかり固めればいいんだ。ちょうど雪玉みたいに。雪玉。その通り。大きな丸い雪玉を作ればいいんだよ。大きな丸い雪玉。うわあ、僕らの雪だるまかっこいい。ボタンの目と人参の花のついた大きな雪だるまにケイルーは大喜びです。気をつけろ。突然ソリが雪だるまに激突しました。ああ、僕らの雪だるまが。それはレオでした。ケイルーは雪だるまが壊れてがっかりしましたが、レオに会えて喜びました。ああ、やあケイルー。レオ、ここで何してるの？新しいソリに乗ってみたんだ。君もやってみたいかい？もちろん。ママ、パパ、少しリオと遊んできていい？もちろんだ、ケイル。気をつけてね。ケイルはレオのソリを試してみたくてたまりません。すごく簡単だよ。ただソリに乗って下まで滑り降りるだけだ。すごい。丘は大きくて怖そうで、ケイルーはもはやそこを滑り降りたくなくなりました。大丈夫だよケイルー。もし転んでも雪はとても柔らかいから痛くないよ。ほらね、全然痛くないよ。どうかなレオ、下まですごく遠いよ。平気だよ、一緒にやろう。うわーい、いいわ。気をつけろケイル。すごく面白かった。ほら痛くないだろ。雪だるまが。ケイルは雪だるまを壊したことをすまなく思いました。ごめんよローズィー、君の雪だるまを壊すつもりはなかったんだ。あ、そうだ、みんなでもっと大きな雪だるまを作ろうよ。大きな雪だるま？そうさ、そしてこれは君だけのものだよ。わーい、大きな雪だるま。ケイルーは雪の中でとっても楽しい日を過ごしました。レオや家族と一緒で嬉しかったのです。また雪の中で遊べる。あ、雪合戦だ。ケイルーと家族は今年のクリスマスツリーにする木を選びに行きました。これはどう思うパパ？すっごく大きいよ。ずいぶん大きいねケイル。うちのリビングには大きすぎるかな。もう少し小さいのを探そうか。ああ、いいよ。そうね、こっちのはどうケイル？緑のままでも十分素敵だけど、君とローズィーで飾ったらきっともっと素敵になると思うぞ。まあそうだね。よし、君がツリーの飾りを選ぶのはどうだい？ツリーを買った後にね。うん、いいよパパ。
ねえ、これはどうかしら。ツリー、ツリー。ローズィーはこれがいいって。ママ、これにしようよ。よかった。ママはこれを車に積んでもらうから、その間にパパと一緒にツリーの飾りを選んできてちょうだい。わーい、行こうよパパ。ケイルーはお店に駆け込みました。あまりにもたくさんの飾りがあるので、どこから見ていいかわかりません。あーパパ、何を選んだらいいかわかんないや。すごい飾りがあまりにもいっぱいあるんだもの。じゃあまずティンセルとライト、そして木のてっぺんにつける星かな。君が好きなのを選んでカゴに入れていいよ。ふん、赤、青、金、銀。パパ、金と赤はどう？それはいいね。きっとツリーによく合うよ。ライトはどうだい？白いの、色付きの、それとも点滅するの？点滅する色付きのがいいな。すっごく綺麗だよ。本当にそうだね、ケイル。うん、あとはてっぺんの星だけだ。どこにあるかわかるかい？ケイルは星がどんな形をしているか知っていました。そこで店の中を見て回り、見つけました。あれだパパ。ケイル、あんな風にかけていっちゃダメだよ。パパに見えないからね。気持ちはわかるけど安全第一。はいパパ、ごめんなさい。いいんだよ、ただ迷子になってほしくないからね。僕、この素敵な星を見つけてツリーに絶対欲しかったんだよ。うわあ、それはいいね。それにしよう。ママとローズィーも気に入るよ。それを買って車に戻ろうか。親切な人がママとローズィーを手伝って車の上にツリーを取り付けてくれました。ケイルーは大喜びで、パパと一緒に買ったツリーの飾りをママとローズィーに見せました。ママ、ツリーの飾りを買ってきたよ。ツリーはどこに行ったの？車の上のあの袋の中よ。うちまでツリーを守ってくれるの。へえ、わあ、うちに帰って飾りつけるのが楽しみだよ。これから帰るの？ええ、ケイル、帰りましょう。うちに帰ったらホットココアでもどう？わあ、うん、欲しいよママ。パパも欲しいな。ココア。そしてローズィーも。ケイルはパパがツリーを建て終えるのを待ちきれません。買ったばかりのツリーの飾りをつけるのがとても楽しみでした。わあ。おやおや、大丈夫かい、ケイル？うん、大丈夫。ギルバート、いたずらっ子。君は飾り付けはできないよ。飾り玉に気をつけて。あらまあ、一体何が起こったの？またずいぶん散らかしちゃったのね。ごめんなさい、ママ。これからツリーの飾り付けしてもいい？それはとってもいい考えね。ケイルーは色とりどりの点滅ライトをツリーに巻きつけ、ティンセルで飾り、飾り玉をツリーの枝に吊るしました。ギルバートでさえお手伝いしました。あとはてっぺんの星だけ。それをやりたい、ケイルー。ローズィーにさせてあげよう。本当にいいお兄ちゃんだね、ケイル。わあ、すっごくいいよ。きっと最高のクリスマスになるよ。